はい、皆さんこんにちは、 MCB です。さて今回の動画なんですけど、ゾウ印のオーブンレンジ ESGT26 型エブリノを使いましてですね、今日は、料理を作っていこうと思うんですけど、このエブリノの特徴としてはまあね、レジグリ、シレジ、クレジというところ、レジグリとシャクレジについては、まあ、動画の方でね、まあすでに紹介させていただいたんで、まあ、今回はこの浮きレジを使ったメニューで、料理を、ね、クッキングしていきたいと思います。で、まあいろいろね、メニューがあるんですけど、はい、ということでパスタメニュー、はい、で、今回ね、この浮きレジっていうところでは、まあ一応パスタがね、2種類載ってて、基本的にはまあ和風パスタに関しては、まあそこまでね、普段の醤油味とか、まあ大体ね、どんな感じでも、ね、和風パスタってそんなに難しくないと思うんですけど、カルボナーラをね、まあ家で作ることはまあほぼなくてですね、うん、昔、その、なんだ、カルボナーラのソースみたいなね、こう入れて混ぜるだけみたいなのを作ったことあるんですけど、まあ自分でこう一からバターとか使って、作ったことがないと。というところで、今回は電子レンジで作るカルボナーラ、これを試していきたいと思います。100g、これは太さ 1.6 ミリ、時間がね、7分、茹で時間が7分ものをチョイスすると良いでしょう。であとは続いて、ベーコンですね。ベーコン。これは1センチ幅にカットすると。で続きまして、ニンニク。すりおろしニンニクで大丈夫です。続いて、はい、水、ね、水は 240ml。 続いて、コンソメカレーですね。コンソメカレーは小さじ1。で続いて、オリーブオイル、オリーブオイルは大さじ1。で塩です。塩は少々。バターは、ね、バターは 5g、ね、バターは 5g で、卵黄、M が1個、あとは粉チーズね、粉チーズもまあ好みのものね、使ってもらえるかなと思うんですけど、まあ一応明治さんとこの、ね、クラフトさんの、まあ個人的にもこちらが好きなのでね、今日はこっち使うと思います。あとはまあね、カルボナーラといったら、あとは黒胡椒ということで、まあ黒胡椒ね。はい、これがね、あの浮きレジボールっていう、ね、まあ付属でついてくるボールなんですけども、これに、これだけでね、カルボナーラを作るって結構すごいですよね。はい、ということで早速調理はしていくんですけど、まず最初に、水240ですね。水240、はい、ボールに入れます。240ね、水を入れます。続いてコンソメ顆粒ですね。コンソメ顆粒を小さじ1。ですね、はい、小さじ1、オリーブオイルを大さじ1、はい、こうね、はい、回し入れます。で、今日も前回とね、ハンバーグと一緒で、まあ、スープのね、揚げ浜地をね、使っていこうと思うんですけど、はい、じゃあ、はい、こんな感じでね、はい、塩少々、ね、入れます。で、スパゲティは 100g で、大体どれぐらいかっていうとね、まあこんなもんですね。太さ的にはこれぐらいね。ね、はい、のこれが100。これをね、半分にねパキッとね割ります。で、まあ並べ方なんだけど、横に入れてもらって、あとはこうね、ちょっとなじませるようにね、こうちょっとね、こうなじませるみたいですけどね。でこっちも同様にこう横にね、だからこうクロスやね、こうクロスする感じで、まあちょっとこう箸でねくっつかないようにこうなじますとかね。ベーコンをね、乗せると。いいですかね、OK とね。はい。で、ニンニクね。はい、ニンニク。ニンニクを2分の1ですね。小さじ2分の1。これぐらいですね。これを乗せると。あー、すごいね、このニンニクの香りが。セットしてね、まあ、これは付属のゴムですね。あとふんわりね、こうセットする、ね。ふんわりセットね。はい、よいしょ、まあ、ふんわりね、はい、かけましたと。それではね、早速で、これですね、角皿、セラミック製の角皿を上段に入れると。それで、これを入れジボールをセットすると。下が浮いとるんですね、はい、これで締めます、ね、
い。で、ダイヤルをね、これ2個回す浮きレジになりますので、で、600ワットで1回セット。で、時間に関しては、これ逆でもいけるのかな。逆は無理。で、時間は8分30秒から9分ってことで、8分30秒から9分、難しいね。まあ、8分30秒だって言いましょうかね。で、スタートで超1回し。あとは 5g に、卵黄を1個。続いて粉チーズを大さじ1、大さじ1入れます。で、黒胡椒が適量、まあ、これをね、温め終わったスパゲッティにまた混ぜてかけるだけで、まあ、完成という流れになるんですけど、まあ、実際の話でそんなに材料的にも、まあ、ベーコンとね、まあ、このコンソメ顆粒がね肝ですし、一回こうお湯を沸かさなくていいっていうのがやっぱり楽ですよね、なので、まあ、お家でねカルボナーラが好きな方に関してはね、あの電子レンジでできちゃうな、それは嬉しいですよねということで、まあ一人暮らしの皆さんにもね、まあ、ぜひね使っていただきたいということで、そろそろですね、こうなんかいろいろやってるうちに、はい、上野の方でもうあと5秒ですね、はい、待ちましょう。このまま、でエブリノのいいとこはね、まあ、これ結局さ、あの足りないと思ったらまた延長とかもできるんですよね、はい、で前も言ったけどね、これくるくるくるっと回せばね、マックス5分まで一応延長はできますので、まあ、あの固かったりした場合はまあ延長していただければいいと思います。それでは実際ね、見ていきましょう。はい、ということで、まあ、庫内は結構ねやっぱ水入れたせいで、こうちょっとね濡れとる感じ、ちょっと暑かったけど、はい、このままでもいけるのかな。ちょっと暑いね。ちょっと暑いわ。これを。よいしょ。やけどに注意していただいて。よいしょ。よし。さて、中見ていきたいと思います。さあ、どういう状態になってるかっていうと、なーんということで、はい。こういう感じだね。はい。こういう感じ。はい。ちょっとスープも残ってる感じね。硬さ的にどうなのかなっていうところ、あ、すごいわこれ、もうほら柔らかいもんこれでね。でこのあったかいうちにさっき作ったこれね、これを混ぜていこうと思うんですけど、ちょっとこうした方がいいね、多分こっちに入れた方が良さそうな感じかな、ね、そうしましょうかね。盛り付けみたいなねとこあるじゃないですか。で、ちょっとこうね回しながら、はい、はい、ということで、完成しました。どうですかね、見た目的にはね、はい、これがね見本ね、はい、どう、美味しそうじゃない、はい、はい、ということで、本当これがね電子レンジだけでカルボナーラって結構すごいよね、はい、ということで早速食べていきたいと思います。うん、あ、
ちゃんとカルボナーラですね。うん。あ、これは全然あり。あのね、茹で時間も完全にね、ちょうどいいし。うん。これはむちゃくちゃうまい。うん。いきなり最高ですね。これはぜひ皆さんも試してほしい。そしてちょっと胡椒のやっぱピリッとした感じがやっぱダイレクトに伝わってきますし、ね、この麺の茹で加減も本当にちょうどいい。なんで8分30秒でアルデンテみたいなね状態ですね。これは手軽で簡単で美味しい。サクレジじゃねえ、ウキレジ半端ねえっていうことで、よかったらね、まあ、皆さんもエブリノ買って、ウキレジでカルボナーラ作ってみてはいかがでしょうかということでね、はい。まあ、最後ね、せっかくなので、まあ、こういうねパセリとかでねお化粧すればね、ほらこれね、正直お店で出してもねいけるレベルですよ。うん、美味しい。はい、ということで象印エブリノでカルボナーラ作ってましたけど、これは夜食にもぴったりですし、お酒のおつまみにもね、締めにも最高の一品だと思いますんで、皆さんも本格的なカルボナーラ自宅で作ってみてはいかがでしょうかということで、今回の動画はおしまいです。それではまたチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。